ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は矢上が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは、世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明宏。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は三越葉博といいます。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越葉からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？清涼の理事長先生。ん？私が何か？ほんといいところに居合わせましたね、矢上さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越葉博が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越葉の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ、三越葉の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原には一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。そうなったら以後この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ、すみません、まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいって。とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。悪い、海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。え？
上さん、何か。そうですね。何から話せばいいか。こないだ聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は三越葉博。なんでそんな写真を。え、でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。三越葉君に何かあったんですか。あったんですね。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。三越葉君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話しできることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか、わかりました。三越葉君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか。3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり。ええ、挨拶の時少し話した程度で。三越葉君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったと、そう判断されました。けどその確信がなくて、あなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ。ああ、それはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが。しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者がおっぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ、ただ俺が一番気になったのは、なんでそれが今だったのかってことです。あ、何のことです。きっかけはこれですよね。あ、それ都内で2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原昭弘。都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。それは、まあ。すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。せっかく裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し通せただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。で、もしいじめがあったら揉み消そうってか。いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、
俺は敵じゃありませんよ。ただ三越馬くんがどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより沢先生の方が。彼女が三越馬くんの教育実習を指導してたので。え、あ、そうだったんですか。ほら見ろ、やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女をまた呼びましょうか。いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし職員室にいると思います。ワンフロア下の。よし、沢先生んとこなら俺も行くか。いや、行くのは俺だけ。あ、つくもたちも先帰ってていいから。何それ、水臭いですぞ八神氏。あんま説明してる時間がなくてさ、夜まとめて話すから。じゃ、何かご用ですか。沢先生いらっしゃいません。すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、あなたは。あ、別に大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか。少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。わかりました、どうも。なんでこんなところに。まだいらしたんですか。ええ、ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です。三越馬博について。え、二ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと理事長からそう聞きました。なんであなたの口から三越馬くんの名前が。彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか。トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。もう少しよく思い出してくれません。は？いえ、じゃあその三越馬くんの4年前の件についてはどうです。沢先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え？ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として三越馬くんの名前が上がってたはずです。ええ、でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか。私は英語を教えてただけですが、三越馬くんは成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。だから。いじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が。私に聞かれても困ります。
4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官、この間痴漢で捕まってしまいました。ほらテレビで見ませんでした？ええ、知ってます。でもそれが何です？さっきから何が言いたいんですか？多分江原さんは今も三越馬くんのせいで息子が自殺したと考えてます。あのね八神さん。はい。何をしてるんです？あなたはもう理事長の依頼は済んだはずですよね。それになんでそんなに堂々としてられるんです？昨日は警備に通報までされてすぐお帰りになると思ってましたよ。三越馬くんの話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。彼生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです？それはバスケ部の子たちとか。三越馬くんも以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも？ええ、三越馬くんとよく話してました。わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと、海藤さん、聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよ、タボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか？そんな釣れないな。沢先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ？楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたから、ちょっと手伝ってほしいんだよね。あ？なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。わかった。ドローンの定番だな。よろしく。俺は体育館あたりから探してみる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。シュート、惜しかったね。え？2年2組の甲田さんでしょ、バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越馬って先生のことで。は？いって。よう、聞こえるか、タボ。さっき
例のガキどもが体育館に入ってったぜ。カイトさん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おい、なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといて随分偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ、あんたそいつと何話してたわけ？別に何も。俺はさ、三越芝って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつめった打ちだ。昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああ、いいよ。それでも足りないぐらいだ。ざけやがって。ぶっ殺してやる。根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。くそ、離せ。何やってるのあなたたち。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか。ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。まったく、何考えてるんです。学校の中で生徒と喧嘩なんて。いい加減部外者は出て行ってくれません。一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたらなんて説明できます。まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか、今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。カイトさん、まだいるよね。理事長と変わってくんない。助けがいるんだけど。いやー、八神さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。私の方は概ね依頼を果たしていただけましたし。あー、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくとか。それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか。いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません。え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが、でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとありうるとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。ああ、なるほど。
部活の顧問とかそういう感じの。この学校カンフー部とかないっすかね。得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので残念ですが。そうですか。よう、タイトだ。俺らはもう撤収するぜ。ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい、ならお好きに。じゃあな。あの、そこのあなた。ん？やはり間違いない。何か驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？あ、放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね、盗撮魔さん。盗撮魔？何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。いや、マジで何言ってるのかわからないんだけど。あの、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。はあ、あのさ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょう。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。星稜高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の尽きだったということです。は？ミステリー研究会？さあ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。
いい加減、諦めたらどうです？逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならばショップも顧客情報を開示するでしょうからね。わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ、何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。これはなあ君、俺が女子高生のスカートの中を盗撮して喜ぶような変態に見えるか？確かに見えませんね、一見は。でしょ？だったら俺が盗撮魔だなんて。ですがそんな初歩的なミスリードに惑わされていてはミステリー愛好家としては失格。はい？古今東西のミステリーでも犯人とは一見そうと見えない意外な人物であることが多い。これは現実においてもしかり。ですので犯人に見えないという事実は何も意味しません。はあ？ミステリ慣れした私の目を欺けると思ったら大間違いですよ。君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく。私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いや、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな？まあ確かに難しいとは思いますが。だろ？そこで俺から一つ提案なんだけど。
一応聞いてみるけど、いくらあげれば黙っててくれる？はあ？作家や探偵を雇うにもお金がいるでしょ？ふざけないでください。私が買収に応じるとでも？私が求めるものは一つ、真実だけです。買収できるなどと考えないでください。俺が顧問をやろうか？は？あなたが？実は俺探偵でさ、神室町の。え？探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために？誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけどいいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に？ああ、部外者は出て行けって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案双方にメリットがあると思うんだけどどうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。ですがまだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？ついてきてください。すぐそこですから。あ、おい。ここは？ミステリー研究会の部室です。部室？これが？部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので。元空手部黒帯男子の。そう警戒すんなって。姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも、俺は天沢健人。この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。八神さん、おかけください。どうぞ。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり
巷のミステリーを追うこと。あー、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな、顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら？危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁と。こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。なあ、さっき言ってたテストって？あなたが探偵でありカメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですがその主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そう匂わせ最後に大金をおねだりし、ドロン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのタチの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ、確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お、俺もそう思うよ。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵として様々な人物に変幻自在に化けたといいます。ある時は老婆に、またある時はホームレスに。
他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで矢上さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに矢上さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば、そのくらい何とかしてみせると思います。なるほど、簡単なテストじゃないってわけだが、まあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。矢上さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。ん？ああ。部長は、あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか。あ、あなたは。ミステリー研究会部長天沢です。今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン。ミスケンが何のようですか。うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方。ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え、あの天沢先輩、確かに困ってますけど、この人は矢上さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人。それはともかくとして、矢上さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる。俺はダンスなんてやったこと。本当ですか。助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかして
プロの人ですか。え、プロ？やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか？は？あのいいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて。みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。はあの八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。え、ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか？ああ、ユニゾンもうまくいってるし振り付けもバッチリ身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか？え？インパクトのある動きといえば、そうだな。いっそ踊らないっていうのはどう？え、踊らない？ダンスなのに？そう、一切踊らない。逆にインパクトあると思うんだけど。どうでしょう。高校の創作ダンスとしてはちょっと前衛的すぎるかな。まあそうだよな。だとすると、ロボットダンスとかどうだろう？え？ロボットダンスですか？ああ、インパクトは抜群だと思うけど。まあ、確かにインパクトはありますけど。八神さん、見本を見せてくれます？ああ、それは無理だな。ロボットダンスは経験ないし。そうですか。できれば実際に動きを見せてもらえると助かるんですが。カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。やった！じゃあ早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。え、踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。
ぜひそこは専門家の矢上さんに。いやカンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか。踊れないんですか。矢上さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。ん？わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。それじゃあ矢上さん、サビのところまで30秒間、私たちが考えた振り付けをお教えしますので、矢上さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、わかったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか。ああ、どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。よし、やるか。素人だよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことはテンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。矢上さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかった。もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに矢上さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、よろしくお願いします。矢上さん、部室に戻りましょうか。ん？ああ。
どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。あー、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明弘の痴漢裁判、それらのピースを並べていくと、ぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って？ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで、顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上、必要な手続きのようでして。監督役、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな？そこは大丈夫です。実は以前に理事長が、名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が？ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった八神っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな？じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。
嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越場さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった。そうっすね。あれ、そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとか茜も。その子たちがどうかしたの？三越場先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。ん？なんだそれ。高田さんなら少し知ってるよ。三越場が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越場先生がよく高田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ高田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越場先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越場は高田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越場先生だったもんな、高田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越場先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。こうだとなんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ。嘘、三越芝先生どこ熱血させてんの。やだウケるなるほど、それで高田さんのことをエロ女って。あのもういいですか。高田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ。それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね。話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。どこ見てんだ。こっちだろ。ねえバカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部やめるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなりやめたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私。でも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 って、だから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえまだいたのかよ、不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に
不審者が現れました。清涼高校ミステリー研究会外部指導員、はあ、理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる矢上探偵事務所の矢上だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんでよろしく。な俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってなマッツン。嫌なやつらだねあいつら。大丈夫？はい。高田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあってきたんだ。三越葉ヒロについて。彼2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時何か彼に変わったこととかなかったかな？トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか？さっきバスケ部で君が三越葉とよく話してたって聞いたんだ。私が三越葉先生と？いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか、ありがとうございました。私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね。高田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。
どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう固いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、矢上さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、頑張ってな。ねえ探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊ってさっき私と一緒にいた男子たちが三越葉先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。なんか調べてるんでしょ？三越葉先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね？お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった、いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる？本当？あざーす。こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。三越葉先生と仲良くしてたんだって？え、ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。ここにいるみんな、三越葉先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか。
強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺、袋だ。時間食っちゃったよ。うっ、目がてめえ。見えねえだろ。くっ、もらった。ざけんな。え、あいつ飛び降りたんすか？いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあな、可愛い後輩たちのためだ。
どうすか先輩、教室です、タバコの味は。わざわざそっちからやられに来たか。おい、アカネ、他の先輩呼んでこいよ。うん、わかった。気をつけた方がいいよ、タバコ。先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ？なんだと？てめえ、こっちに来てやがったのか。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ、きっちり仕留めてやるよ。調子乗ってんじゃねえよ。おい、なんなんだよこいつ、こんなのって強すぎだろ。いや、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、それも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。ちょ、八神さん、みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。みこしば先生は、その放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の高田が穴だって目をつけられました。みこしばは高田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩まで高田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。みこしばには両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ高田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。三越葉先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには、みこしばは優等生だったし実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん、なんかおかしいか。いや、沢って実習中
なんかずっと三越場先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越場先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越場先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越場をいじめの加害者だと。俺三越場先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越場君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が三越場を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。沢先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。なんだ？失礼。矢上さん、彼らは神奈川県警です。三越場君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか？あなたも三越場君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越場君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。